ドトネ、エちゃん。第22週。つねこ、星野に夢を語る。第130回。あらすじ。古田さんの赤羽社長が出てきました。さらにその部下役で、野間口さんも登場です。古田さんも野間口さんも、あまちゃんに出演してましたよね。村山と酒井から、あなたの暮らしの次の商品試験は電気釜ですと聞かされ、赤羽入らつきます。キッチン森田屋で、つねこは、星野と青葉と、大輝と一緒に食事をしていました。もう完全に家族にしか見えません。総吉と、ヒロアキがアイスクリームをサービスしてくれます。つねこが雑誌についての思いを語ると、星野は、夢を持てたんですね。つねこさんが、自分のために自分の夢を追っているのだとしたら、とても嬉しいですと言いました。あなたの暮らし出版へ、村山と酒井がアポなしでやってきました。つねこ一人で会議室で面会すると、酒井は泣きながら、4人目の子が生まれるんです。赤羽を潰さないでくださいと泣きながら土下座してきました。村山は、あなたの暮らしの記事により、アイロンの売り上げが激減したのは確かです。どうか我が社の電気釜に低評価をつけるのはやめていただけませんかと頼んできます。そこへ通りかかった花山が入ってきて、泣いてる暇があったら商品開発でもしたまえと追い出してしまいました。あなたの暮らし出版の外で、酒井と村山が話してるのを、一人の男が聞いていました。石丸幹二さんです。何者なのでしょう。花山とつねこは、よしこやすみこたちと赤羽の電気釜を確認します。カチッと音を立てたので、すみこが蓋を取ろうとすると、よしこが布巾を使うよう言いました。蓋のつまみが熱くなって、何人もの人が、やけどしていたのです。蓋を開けると、ご飯は水が多すぎて、べちゃべちゃでした。よしこが、赤羽という会社自体に問題があるのかもしれないわねと言います。一方の赤羽は電話を受けて、泣き落としは聞かんかったか。冷たい奴らだなぁと、せんべいを不敵に頬張りました。星の家で、大輝と青葉が絵を描いているのを、つねこが見守っています。星野が帰ってくると、青葉が、あ、とだと言います。つねこは、星野だけでなく、子供たちとも素敵な関係を築いていってますね。このまま二人は結婚という流れになるのが自然ですけど、ドラマはどう展開するんでしょう。続く。